はい、僕ゼモンです。私ね、オートミールをよく食べるんですけど、こんなの見つけたんですよ。オーツミルク、オートミールのミルクらしいです。こんなのあるんですね。ちょっとね、思わず買ってみたんですけど、どんなもんですかね。ごくごく飲むのもいいと思うんですけど、それじゃあさすがにねと思って、ゼラチンがね残ってたんで、これでね固まらしてプリンにしてね食べようかなと思います。じゃあやってみましょう。まずゼラチン溶けやすくするために温めようか。マグカップに入れます。ちょっと入れすぎちゃった。ちょっとだけ飲んでみます。ああ、思ったよりこうさらっとした感じですね。あのね、豆乳より全然飲みやすいですね。ごくごく飲める、割とさっぱりした感じです。じゃあ温めます。はい、温めてきました。で、一応ねこのまま固まらせてもなんか普通に飲めばいいじゃんって感じになるんで、一応甘みをつけます。あ、でもこのままでもなんかうっすーら甘い感じはするんですよ。本当にうっすーらね。甘いの食べたいからグラニュー糖たっぷり入れる。で、混ぜます。若干とろっとした感じですね。上にゼラチンを入れると、うん、温めてるからちゃんとゼラチンも溶けますね。じゃあ器に入れますね。あのね、今このままジャーって入れようとしたんですけど、ジャーってこう入れるとなんかグラスの辺にベチャーってくっついて、あんまり良くないことが起こりそうなので道具を使って入れよう。ぴったり冴えてますね。ちゃんといい具合な分量になったと思います。じゃあこれで冷やします。こういうのはね、待つ時間がね絶対ですよね。まあでも冷やさないと固まらないんで待ちます。はい、ということでね、1日経ちました。じゃあ見てみましょう。どうですかね、こんな感じ。しっかり固まりましたけど、でもってさすがにね、これちょっと真っ白すぎですからねなんか一応色のアクセントを加えたいんで、これを手に入れてきました。スペアミント、とりあえずミントを入れとけばってところがあるような気がしますんで、とりあえずこれを乗っけてみようと思います。こんな感じでちょっと形いいですよね、これ。はーい、おお、全然変わりますね。ミント乗っけただけなのに全然違う。どんな感じですかね。そのままこのミルク飲んだ時は割とあっさりしてるなって感じだったんですけど、真っ白っていうより若干やっぱりオートミールの黄色っぽさはありますね。ちょっと弾力が強めになったあ、ちょっとプルプルすぎかなこれ弾力強すぎですかねこれ。じゃあいただきます。ああ、やっぱりね、すごいあっさりしてる。しつこくなくていいですね。爽やかな甘さ。全然ね、なんていうのか、癖のない感じですね。なんかパクパク食べちゃうな。オーツミルク、結構ありですね。あんまり癖がないから、いろんなものに使えそうですね。ちょっと買ってみて、大正解かもしれない。またなんか、いろいろちょっと考えてみよう。ということで、オーツミルクのプリンって本当にいいもんですね。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。